たらね、なんか広すぎて、なんかサーブの打ち合い1個だったんですよ。で普通にコートもなくてそのままやったんですけど、なんか下手くそすぎて毎回空振りしてるんですよ。えな、だから友達のこと走らせまくってて、しかも友達テニス経験者なのね。だからね、めちゃめちゃねおもろかった。今日はガチめちゃめちゃ走った一日でした。だからみんなで痩せたねとか言って、なんかコートがぐちゃぐちゃだったんですよ、雨で。似合わんかった、やめよう。ハートありがとうございます。でもなんかエノもめちゃめちゃ走ったから、まあ、結局痩せた。しかも外めちゃめちゃ暑いしね。なんかさ、本当に今秋ですかってぐらい。やっほー、ハートありがとうございます。え、思わんかった？めちゃめちゃ髪の毛抜ける。そしてありがとうございます。え、聞いてほしいの。そう、友達に、友達と反対側にいるじゃん、そりゃ打ち合いっこしてるから。だから友達がなんか、うわ、えな絶対球技苦手だって言ってたらしい。もう悲しい、そんなこと言われちゃって。めちゃめちゃ爆笑されるし。だからテニスはもうやりたくないって思いました。うん、得意じゃないっす。何、スコートって何ですか。住んでた方がマシなんかな。今日は顔とかどうでもいい。なんか映ってんじゃん。元テニス部なの初めて知ったんだけど。え、びっくり。あ、卓球なんだ。へえ。私球技できないんだけど。そう、卓球もこの前したんだよ。だけどね、なんかもう空中でやってた、できなくて。かわいいとハートありがとうございます。え、なんかガタガタ、まあいいや、そういうなんか気にしないよね。なんていうの、わかる？こういうさ、カン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 っていうバウンドさせずにやってたの、わかります？意味わかる？に伝わった。あ、そうそう、それボレーみたいなやつ。うわ、髪の毛。そう、空中でラリーを、そう、台いらないやつをやってたんです。ノーバン卓球をやって遊んでました。え、なんか本当は今の季節テニスなんですよ。でも雨で打ったんですよ、ずっと。えなたちの卓球だった時にね、卓球じゃない、テニスだった時に。だから変わって卓球やってたんです、その時は。だからちょっと、まあ、ふざけちゃったよねって。髪の毛浮いてますやん。かわいい、ありがとうございます。こんなね、あ、かわいかったならよかったって言ってるの基本しないですからね、皆さん。え、そう、髪の毛長いんですよ。え、なんかまあいっか、もう気にしない気にしない。ハートありがとう。ピンで閉じ込めたら変な風になっちゃったじゃん。アイスありがとうございます。
いや、なんか髪の毛長すぎて切りたいんです。アイスありがとうございます。薄手とか可愛い、それはよかった。いやさあね、そう今ねなのね、机を見てほしい、ちゃあ散らばってるんですけど、可愛い、ありがとうございます。レッスン中は結んでない、下ろしてる。でも10センチ切りたくて。なんで散らばってるかっていうと、なんか明日までに出さないといけない宿題たちがやってないっていうか、なんか普通に切る作業だけしてさ、なんかほらこういうプリントがめちゃめちゃあるんですよ。一個も書いてないってやばくない？っていうのも明日やるんですが、ハートありがとうございます。ガチやばくない？これはなんか意味わかんないのくて、なんかやり方すら知らないから、まあ明日やればいいかみたいな。なんかノートに貼れるように切ったんで、ちょっと偉いかなところと、あとさっきまでやってたノートが散らばってるんですよね。で公園の立ち位置表散らばっております。明日間に合います、本当に。はい、ハートありがとうございます。明日絶対に間に合うんで、エナは自信がある。そうそうそうなんですよね、この昨日っていうか最近普通に時の流れ早すぎてびっくりしたことがあって、なんかもうすぐ公演じゃんと思ってめちゃめちゃびっくりしたんですけど、ハートと吠えてありがとうございます。えガチやばいなと思ってびっくりして、スケジュール見てたんですよ、今月のね。待って、あれ公演じゃん、レッスンあるしやばとか思って今焦ってるんです。ちょっとちょっととか言ってダメなんだよ本当に。なんかさ、うん、頭がパンクパンクパンク。え、そうなんだよね。で、あとなんだっけ、あ、そう、ズーム劇ももうすぐで稽古始まんじゃんと思って、やば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 と思って、いや、ガチ焦りしてる。なんか焦ってるように見えないだろうけど脳内焦ってる。バラありがとうございます。いや、マジハードなんですよ。なんかね、今まで以上にないファイルの量をね今ねやってるんですよ私は。で、可愛くないファイル。はい、ハートありがとうございます。とりあえず今日は今日からの予定を考えるんです。私は今日課題やって、まあ、今日の夜に青がの立ち位置を思い出してモンスター再生やって、今度のレッスンの前に早く行って立ち位置やってってやればなんとかなるかなとか思ってる。本当ありがとうございます。最近普通に寝てるんですよ。まだハートありがとうございます。書いてありがとうございます。え、こう見えたらもうガチやばい、脳内ね。え、そう、青顔は最近1ヶ月の記憶なら掘り起こせるかなっていう自信があるから、なんかいける気がするんだけど、脳内パラダイス中、マジでパラダイスしてる。本当ありがとうございます。
そう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 。え、夏にお家でやってるんですよ。こうやって学校行って帰ってきた日はね。いやだからね。もうダメだ。そのないパラダイス公園してる今自分の中で。その覚えてる2公演と青葉とズームと学校のことでごっちゃごちゃになって今すごいことになっております。でマジ普通に学校行ってるし、そうもう笑ってるで。ファイトありがとうございます。なんかさ、あのさ、多重人格なりたいよね、今。でもさ、多重人格やっになったところでさ、頭はさ、ダメなんかな、一緒にならんのかな。いや、そういうこと、なんかそう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 、とか言う。分身したい。半分寝て半分起きてればいいんじゃない。ああ、なるほど。かわいい、ありがとうございます。いや、全然壊れてないんですけど。確かにね、多重人格になったら疲れる。余計疲れそうだね。ファイトありがとうございます。危ない、危ない、階段から落ちそうだったとか言って椅子なんですけど座ってんの。もう頭おかしい今。面白い。ファイトありがとうございます。いや、なんかさ、最近本当に意味わかんないことばっかり言いすぎて面白い自分が。あのね、疲れるとハイになる人なんですよ、完全に。だから面白い。ハートありがとうございます。飲んでるわけないやん。落ちないように、あ、椅子からね。え、でもマジでな、追い込まれた方がやる人だと思う自分は。なんか時間がある方が余裕持ってる気がする。分からんけど、なんかそういう気する。そんな感じするでしょ。いや、ガチでなんか飲んでないし、これ普通のテンションだからちょっと自分が怖いよ。なんかたまには飲むのみたいなさ、え、飲んでるみたいな言い方本当にやめてもらっていい。ダメだから、そんなこと言ったら。ああ、なんだっけこれ、ミラーボールありがとうございます。えなさ、甘酒無理なんですよ、飲めなくて。びっくり。何も飲んでない。今日飲んだのはお茶、お茶しか飲んでない今日は。アイス食べた、ハギダッツ食べたよ今
今日どうしたって言い方やべえやん、いつもこんな本当にやめてもら聞いたくなっちゃう。普通にノーマル茶飲んだ、ジャスミン茶みたいなやつ。なんかさ、何を出したか忘れちゃったじゃん。音符ありがとうございます。何話そうとしたかガチ忘れちゃった。もう一個ちょっと一回お酒の話やめてもらっていいですか。もうダメ、それが頭から離れんかな。あ、ぬいぐるみがチロリ。だるまありがとうございます。お花ありがとうございます。あ、いやガチ計画性を立ててやりたいと思います。マジでちょっと計画性ないからさ、自分計画してやんなきゃやばいなっていう。なんかさ、知らん間にさ9月もう10日じゃないかって思った。うん、本当ありがとうございます。え、今ねガチ口癖じゃない、なんか悔しいが今口癖なの、ね、やめたいのマジで。これはあ、マジって言ってんだけど、なんかずっと悔しいって言ってる。どういうこと、まだ8月やでは、それは嘘。え、そうなんですよ、そうなんですよ。時の流れ早すぎてびっくりしてるんですけど、悔しいよねやっぱ。夏来てないしは嘘じゃない。え、どういうこと、え、ちょっとパニック、頭がごっちゃらごっちゃ。え、なんかもうさ、この9月の10日とか秋来てるイメージなんですよ。え、夏っぽいこと、あの29時間配信でしかしてない。ハートありがとうございます。じゃあ本当はバーベキューとかする予定あったんですけどね、なんかいろいろとなくなったね。いや、あの秋服じゃない、秋の虫はめっちゃ鳴いてるんですよね、なんで家の周りでも。でもなんか気温が秋じゃないじゃん、だから秋じゃなくない？わかる？ハートありがとうございます。花火は一回もやってないです今年。てか花火毎年やんなくないですか？やんのかな、みんなの。やんない派なんだよね、派とかじゃないけど普通にやんないだけ。ゆっくり、そう浴衣は何回か来たんですよ、撮影込み込みで。びっくりした。てか今何時ですか、皆さん何時ですか。じゃあ本当にそろそろやらなきゃ、時計を直すって。そう花火見に行ってたんだけどね、いつからか行かなくなったんすよ。虫がいる。あ、50分ありがとうございます、どうもどうも。やったらマジでこんなこと、こんな余裕じゃないんだ本当は。なんかさ、そうなんか本当に今字汚すぎて、今すごいんですよ私の字の汚さね、パラダイスしてるってぐらい汚い。誰が読めるんですかっていう字を書けるんです。汗早口だもん。
どういうこと？昼間に見えるこれ。ライトかな。ライトがね、多分絵の部屋白いからですよ。何やね、嫁いるんですか。え、どこの。エンタンパラダイス知ってる。うちこれ見えるのかな。いやマジやばくない。ノートのぐちゃぐちゃくなって半端ない。廊下じゃないっすよ、ここは。ここはなんとですね、お部屋です。え、でしょ夢やろ。でしょ、だから言ってるじゃん、誰もやめん字書いてるよって。絶対ミミズは書いてない。東の五条のあたりにひどく人目を避けて通っていた。目に隠れてこっそり通うところなので門から入ることができないので子供たちが踏み壊した。ほらちゃんと読めるんです自分は。自分には読める字、あの古典です。なんか知らないんでにこんな字になってた。なんていうの、かよいひろの監修って読むのこれ。なんて読むのかな。なんて読むんですかこの。え、羅生門ってやったくね。伊勢物語だった、全然違った。かよい字もうダメだ。かよい字の監修、かよい字、赤い字の監修らしい。全く一個も理解してないんですけど、まあ、とりあえず殴りがけで帰っちゃったら、まあ、ノート出せば勝ちかなとか思ってる。痛い。最近さ、勢いで何でもやろうとしちゃうからさ、今さ思いっきり手にぶつけちゃうよ。またフフ違う、なんか机、なんかピースしようとしたんですよ今こうやって。そしたら思いっきり机に手が当たっちゃった。ん、宿題はただねノートを出すんですけど、ノートが書き終わってないっていうだけ。マジでね、いつか怪我すると思うの怖いんだよね。てかさ、最近のやめられないのがさ、え、なんか皮むくるの好きなのかわかんないんですけど、唇の皮むくのやめたら手の皮むき始めちゃったんですよ次はね。ほらこことかめっちゃむけてんの今。こっちはねだいぶ治ってきたんですけど、なんかめくっちゃうっていう癖ですね。ささくれめっちゃ取ってる。え、手の皮なんかねめちゃめちゃむけにくいんですけど、そういうのをむくのが好きなんですよ。だから思いっきり爪ブスって刺してカッて剥がいた。今日はちょっとなんていうの、薄いとこでやっちゃった。変なこと言っている。ここに今ね、なんかがあるんです。なんかめくれてるんですけど全然血出ない。なんか私の顔あれなんかな、あれなのかな、やばいんかな。え、そう、まず絶対あのストレス解消法はあれなんですよ。
手めくる。それな。無意識でやってる、ガチ無意識。気をつけまーす。もうダメだ。私は今日はじゃあ一曲覚えて宿題して寝て起きて するわ。学校行くわ。決めた。早く寝ようなみんな。ゆなもなるはやで頑張ります。よし、じゃあホラー映画見てくれる相手見つかったんですけど、そんなん行く暇ないんですよねっていうことで、今日もありがとうございました。皆さんも早めに寝てください。ということでありがとうございました。またね、バイバイ。